皆様こんにちは今回、青江里香を演じさせていただきました、松下奈です、えー、この作品ですね、2年前に撮影しておりました。なので、ようやくこうして皆様に見ていただけるんだなと思うと、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。あのーぜひ こう心が穏やかになるような本当に優しい風に吹かれる背中をそっと押してくれるようなそんな作品ですのでぜひ皆様の心に残るようなものになっていてほしいなと思います今日はどうぞ楽しんでいてくださいよろしくお願いいたしますこんにちは杉野佑介です、えー、本日は、えー、舞台挨拶に来ていただきありがとうございます、えー、まあ、舞台挨拶をしてなんかこれから映画を見られるということで、えー、楽しい2時間くらいを え過ごしていっていただければなと思っています。えー、本日はよろしくお願いします。そうですね、まあ。 松下さんも山村さんもまず初めましてだったので、現場で、で、なんかどうなるかなとは思いつつ。えっと、まあ、なんか松下さんが現場にいらっしゃるときは、監督がなんか穏やかっていうか、ニコニコしてるんで。<laughs> なんか、それはなんだろうな、こう、松下さんのこと好きなんだな、なんて思いながら、なんか自分も。なんというか、こう。<laughs> なんでそんな <laughs> <う>。わかる。思,思ってました、思ってました。ずっと思ってました。最初から思ってました。<laughs> <laughs> だから、それはなんか、こう、自分。 何ななて言うんだろうやりやすかったっちゃやりやすかったですしで山村さんとはこうなんだろうなあのほとんど現場でお話ししてないんですよでなんか役のことは結構話したりはした時もありましたけどなんかその距離感が結果的になんか映画にいい感じに反映されてるのかななんて思いながらはいえと拝見しました。現場ででは言わなかったんですけどもうほぼ ほぼっていうか完璧に僕の分身なんですね <laughs> いや、僕、それが嫌で、<laughs> それが嫌で、いや、言わなかったじゃない、それは、現場ではね。現場では言わなかったけど、脚本を読んだときに、何か僕、伝わってくるものがあって、そね、その僕なりにあの自分も納得できる形であの演じたいので、監督のところ、おしゃべりしに行って <laughs>、はい、っていうのはありましたねじゃあ、どんどん右行きますよ。 です。どんどん皆さん手を挙げてってあげてくださいね。はい <laughs>